森ウソン4本指の男1狂った自動車じゃあ今度は僕が問題を出すよいいかい花子は春子の2倍の柿を持っている千代子は はるこの半分だけ持っている。そして、ちよこのは一つなんだ。すると、はなこはいくつ持っているか。さあ、答えてごらん。ええ。ちよこははるこの半分で、それで一つなんでしょわかったわ。答えは四つよ。えらいね君は。 えらかないや落ち着いて考えれば何でもないじゃないのではわたし聞くわの道を牛があるいているんですみると2ひきの牛のまえに1匹きの牛がいき2ひきの牛のうしろにも1匹きの牛がいき2ひきの牛のあいだにも1匹きの牛があるいていくんですってすると みんなで幾匹の牛が歩いていますかバカにややこしいじゃないの。二匹の前にも後ろにも一匹なのええ。それから中にも一匹なのよ。よーく考えてごらんなさい。大東京の真ん中、大きな商店やデパートが軒を並べた日本橋通りの歩道の上を、 学校帰りのかたほうはいもはとでもあろうかむつまじそうにメンタルテストをやりながらかたをならべてあるいているわからない ?9 ひきかしらだめよそんなおこたえはないわだって2ひきのうしろに1ぴきまえに1ぴきなかにも1ぴき。 あ、そうか、わかったよ。なんだ、三匹だ。え三匹よ。二人がにっこり笑顔を見合わしたとき、突然、後ろの方で。危ないと、大きな声がしたと思うと、続いて。大変だ危ないと、口々に叫びわめく人声。 二人がハッとして振り返ると約三十メートルも向こうの車道をこっちへ向いてまっしぐらに走ってくる一台の高級自動車見れば運転台には七八歳のかわいい少年がたった一人どこへ行ったか運転手の姿は見えないそれなのに自動車は狂ったように一人でこっちへ走ってくるのだ危ない本当に危ない っっちゃっておいたら今にに電車にぶつかり人を引く。それよりもあの車上の少年が両側の歩道を歩いていた多勢の人たちが皆足を止めてあれよあれよと叫んでいるがどうすることもできないのだその間にも狂った自動車は歩道に沿って目が見えない馬のように走ってくる。とその時だった。 メンタルテストをやっていた少年と少女の後ろからひょいと飛び出したハンチングの少年がいきなり狂った自動車をめがけて横合いからひらりとステップへ飛び乗った。と思うと運転席のドアを開けてハンドルをつかむも一緒ギーギーギーとブレーキのかかる音がして自動車はピタッとそこに止まった。それと見て両側の歩道からドッ と人群が押し寄せてきた。中には交通巡査の姿も見えるどうしたんだ一体危険千万じゃないか警官が人々を押し分けながら自動車に近づいたしかし誰も答える声がない車の中には洋服姿の少年が今にも泣き出しそうな顔をして呆然として立っている運転手はいないのか運転手は 警官が辺りを見回して大きな声で呼んでいるとやっとどこからかかけてきた運転手がペコペコ頭を下げながら警官の前に現れた「へい、どうもあいすみませんちょっと用足しをするあいだと思ってハンドルを止めたきりで起きましたものできっとお坊ちゃんが面白半分に手を触れたことと思いますとんだお騒がせをいたしまして」運転手はすっかり恐縮した様子で でも、どなたが止めてくださったんでしょう。お礼を申さなければなりませんが。と、警官の顔から辺りの人々を見回した。すると誰かが、鳥打帽をかぶった少年のようだったが、と、つぶやくように言った。そうだそうだ鳥打帽をかぶった少年だったどこへ行ったのかな あの少年はみんながやっと勇敢な少年のことを思い出して自分の周りを見回したがどこへ行ったか少年の姿は見えなかった不思議な紳士姿が見えないも同り運転手が駆けつけた自分には 鳥房の少年はもうそこから1 0 0ルも離れた横丁を薄汚いズボンのポケットに両手を突っ込んだままとぼとぼと歩いていたのだその様子が狂った自動車を止めたことなどもうとっくに忘れているらしいそれよりも何か他に考え事でもあるのかなんだか沈んだような顔をしてとぼりとぼりと歩いている君 後ろから呼ぶ声がしたが彼は自分が呼ばれているとは知らなかった<君>ポンと肩をたたかれて彼は初めて足を止めた振り返ると中折れ帽をかぶった立派な紳士が立っていた呼び止めてすまなかったね一緒に歩きながら話そう紳士は少年と並んで歩きだすと僕は。 今君が自動車を止めてあの少年を救ったのを見ていたんだよ君は誰にもできない大変立派な行いをしておいてそのままこっちへ来てしまったね僕は君の勇敢な行いにも感心したがそれよりも人の前で手柄顔をしないでそーっとこっちへ来たことにもっともっと感心したのだ少年は 恥ずかしそうに下を向いたまま黙っていた。君は誰というの？聞かしてくれないかね？見なみトールというのです。年はいくつ？十三です。十三にしては大きいね。それで今何をしているの？変な工場にいたんだけど面白くないので飛び出してきたのです。 それじゃあ、これからどこへ行くのお父さんのところへでも帰るつもり。お父さんもお母さんもないんです。少年の声が潤んできた。おお、お父さんもお母さんもないじゃあ、兄さんや弟さんは兄さんが一人あるんですが、海軍へ行っています。そうかね。 すると帰る先もないわけだね。それじゃあどうだね僕の仕事を手伝ってくれないかい今ちょうど君にいい仕事があるんだが。できることなら僕何でもするつもりですが、学校もあまり行ってないんですから。いいさ。勉強はこれから暇まにするんだよ。学問はなくたって。 君のような勇敢で機敏な少年なら何でもできるよ。それでは手伝ってくれるね。でも、どんなことをするのです通る少年が顔を上げてじっと真摯の顔を見た。どんなことと言って、まあお国のために働くんだ。詳しいことはそのうちにだんだんとわかってくるよ。それでは、これから 東京駅のステーションホテルまで行ってくれたまえ僕が連れて行くといいんだがよそへ回るようがあるから僕の名刺を持って一人で行ってくれたまえ乗車口と降車口の真ん中にホテルの入り口があるねあそこへ行って130号室の田代さんに面会に来たと言えばいいんだ女の人だよそれでその人の言う通りにするんだ 君が行くことは今電話をかけておくからね。紳士はそう言ってペンと名刺を取り出すと、それへスラスラと何か書いて、電車賃と一緒に通る少年に渡しながら。じゃあ、すぐ行ってくれたまえ。君の喜びそうな面白い仕事が待っているよ。少年が受け取った名刺を見ると、田代慎一。 水上徹君ご紹介と書いてあった「新聞売り子」「み上少年がステーションホテルの玄関へ着いたのはそれから20分もしてであった」「入り口にいたボーイが鳥打ち帽をかぶった薄汚い少年の姿をジロジロと見ていたがみ上少年は平気だった」 130号室の田代さんに取り次いでください。僕、か上というものです。少年の言葉があまりにテキパキしていたので、防イの方で少々意外な顔をして、早速電話で取り次いだ。では、こちらへ。防衣に案内されてエレベーターで2階へ。長い廊下を130号室の前まで来た。ドアを叩くと、 お入り中から優しい声がした。つとドアを開けると、目の前に洋装をした断髪の夫人が笑顔を見せて立っていた。まだ若々しい女学生見たような人だった。あなた、水上さんとおっしゃるのねそうです。名刺をいただいてきました。通る少年がポケットからもらった名刺を出すと、 それを受け取りながら。えさっき兄さんから電話がかかってきましたわ。あなた、走ってる自動車へ飛び乗って子供を救ったんですって偉いわね。私それを聞いて本当に感心したわ。入ってゆく早々自分のことを褒められて、みなかみ少年は真っ赤な顔をしながらうつむき込んでしまった。それだけの勇気があれば、 今からお頼みする仕事なんか何でもないわ。かえって退屈かもしれないくらいよ。どんな仕事です僕にできることでしょうか少年が心配そうに聞いた。できるわ。新聞売り子になればいいんですもの。え新聞を売るんですか今度は少年が驚いたように問い返した。そうよ。 それもこの東京駅の乗車口のところで立ってて売るのよできるんでしょうえー、新聞を売る黒らいならでももう一つ用事があるのよ本当はそれが主の仕事で新聞の方はつけたりなのつまり新聞売り子に負けて東京駅の乗車口を出入りする人を見張っているのです 何千人も何万人もの人ですかええ、そうなの。そして、その何万人の中から、たった一人の人を探し出すのです。はあ、宝探しみたいですね。それは面白いや。少年の顔が急に生き生きと輝いてきた。でもそれが容易じゃないわ。なんと言ったって大勢の人だから。 だって、たった一人の人でしょ男ですか女ですか男よ。それも、バツバツ人なの。じゃあ、見つかるでしょう。どんな男ですそれは。どんな顔をしているか、どんななりをしているか、それはわからないの。わかっていることは、たった一つだけ。右手の親指がないのです。 それだとすぐわかりますよ。でも、どうしてそのバツバツ人を探すのですバツバツのスパイですかそいつは。まあ、そんなとこなの。後からお話しするんだけど、そのつもりで見張っていてくださるといいわ。あの紳士が、お国のために働くのだと言ったわけが、どうやらわかりかけてきた。じゃあ、今からすぐやりましょう。早い方がいいんです。 でも、そのバツバツ人が見つかった場合はどうしますそれなど、見つかったらどこへ行くか行き先を突き止めるんです。それから私のところへすぐ知らせてもらうんです。そうね。大概ここにいるからこちらへ電話をかけていただけばいいわ。それじゃ、売店の新聞を売っている人のところへ行きましょうね。もう頼んであるから。行きさえすればいいんです。 海外国人東京駅は大東京の関門だ朝から夜までひっきりなしに何万人の人間を来る日も来る日もどんとしていることに朝と晩とのラッシュアワーはまるでアリの行列のように人の群れが続いてゆくその行列を目当てにして乗車口の付近にはそこここに新聞売り子が陣取って 中には声をからして売ってっいる。その中へ今日からまた一人の新米売子の顔が増えたそれは言わずと知れた水上徹少年だ。今出たばかりの勇敢を小脇に抱えて乗車口に近い石段の前に突っ立っているその姿は他の新聞売子たちにはまだ商売になれない新米の哀れな姿と見えたであろう。 しかし、みなかみ少年の方では、哀れどころか一生懸命だったのだ。新聞なんか売れようと売れまいと、そんなことはどうでもよいのだ。自分の務めは他にある。やってこないかなあ右手の指が一本欠けてるやつが。列移立の人の波を面を光らして見回しながら、外国人の姿を求めていると。君、勇敢を一枚。 はっとして振り向くと、軍人さんが立っている。はい、どうもありがとう。どうかを2枚受け取って、ふと向こうを見ると、背の高い外国人が来る。もしやと思って近づいてくるのを待っていると。おい、朝日と日々。またしてもお客様だ。それも五千白道を出してお釣りをくれろというのだ。 マゴマゴしていたら外国人は向こうへ行ってしまう。これで外国人さえ来ないなら退屈をしないだけでもいいのだが、場所が東京駅だけに後から後から外国人がやってくる。それをいちいち見張りながら片方で新聞売りをやるのだからなかなかどうしてせわしいのだ。あ、また来たぞ今度は二人連れだ。嫌に背の高い奴だが、 丸ビルの方から肩を並べて大股に歩いてくる2人の外国人1人は雲つくような大男でなんだか人相が悪い上に見ると右手をズボンの隠しに突っ込んでいるはてな人相の悪いのは第2として右手を突っ込んでいるのがどうも不審だよしあの右手を見てやろうみなかみ少年 二人の外国人が近づくと、大男の前から右に回りながら。夕刊を買ってください夕刊をと、うるさいほどにせがみついた。が、相手は聞こえぬ風で、連れの男と話しながら、のっそのっそと歩いていく。新聞を買ってください今出た夕刊です後を追うて駅のうちまで入りながら、 小脇から抜き出した新聞を相手の右手に押し付けると、やっと外国人が振り向いた。と思うと、ぎろりと光る青い目で少年の顔を見下ろして、ポケットから出した大きな手を静かに横に振りながら。日本の新聞いらない。日本の字、私読めない。言われてはっと気がついた。そうだ。 外国人へ売りつけるのに日本の新聞ではいけないのだ。でも人は見かけによらないものだ。あんな怖い顔をして右手を隠しに入れているのでてっきりそうだと思ったのに、右手の指は完全無欠確かに5本揃っていた。さて、今度来る外国人はどうかしら。そんなことを考えながら元の石段のところへ帰りかけると、 一二等待合室の方からステッキを小脇に抱えてつかつかと出てきた風彩の立派な外国人が今度は向こうから少年の方に近づきながら国民新聞の勇敢をくださいと達者な日本語で話しかけて真っ白い手袋をした手で十銭玉を差し出したはいありがとうお釣りですそう言って 新聞と一緒に釣り線を渡した水なか少年の目がどうしたことぞきらりと光ったそれも手袋をした相手の右手を見つめながら消えた外国人。日本橋の大通りで狂った自動車を止めて車上の少年を救いながら 手柄が重せずに横丁を歩いていたみなかみ少年の後ろから一人の紳士が呼び止めた紳士は少年のかわいそうな身の上を聞くと一枚の名刺をくれて東京駅のステーションホテルへ行ってみよう君に適当な仕事があると言ってくれた教えられたホテルの130号室へ行ってみると若い女の人がいて東京駅の乗車口で新聞売り子になって 四本指のバツバツ人を探してくれと頼まれた水上少年は早速新聞売り子になって駅の入り口に立っていたすると白い手袋をした風彩の立派な一人の外人がそばへ来て「勇敢をくれ」と言った水上少年は勇敢と一緒に釣り銭を渡しながらそれを受け取る外人の手を瞬きもせず見つめていた 小さい新聞売り子の目が不審そうに自分の手元を見つめていようなどとは知るはずもない外国人は、その場で早速新聞を開いて下の方にある広告を見ていたが、やがてそれを畳んでポケットに入れると、校内を出て丸ビルの方へ向いて歩き出した。その時、水上少年は何を考えたか、向こうの方に立って自分と同じく勇敢を売っている少女のそばへつかつかとかけて行くと、 君、この新聞をみんなあげよう。と、小脇に抱えた勇敢をいきなり少女の前へ差し出した。あたしにくれるので、あなたはどうするの少女は、みなかみ少年が気でも違ったと思ったに違いない。あっけに取られて聞き返した。僕、用ができたんだ。さあ、みんなあげるよ。 だって今が一番売れる時じゃないのうんだけど僕新聞なんか売ってはいられないのだだから君に申請するんだよああそうだ一枚だけもらっていかなくては水上少年は少女売り子の手に渡した夕刊の中から外人に売った国民新聞の夕刊を一枚引き抜くとそれをポケットに突っ込んでそのまま人混みの中に消えてしまった。 時時、刻はちょうど午後5時ラッシュアワーの始まりで会社や館長から出てくる人々が東京駅へ向いてぞろぞろと行列を続いているその行列とは反対に水上少年は丸ビルの方へ向いてぐんぐんと大股に歩いていく言うまでもない新聞を買ったあの外国人の跡を見失わないようにつけてゆくのだその外国人は 今丸ビルの前を左へ赤いレンガの建物が外国の街のように立ち並んだ大通りの歩道をステッキを右に持ってコツコツと歩いているそれにしてもみなかみ少年はその外国人をどうして尾行する気になったのだろうあの女から探してくれと頼まれたのは右手の親指が1本欠けている4本指のバツバツ人だ 向こうを行くその外国人は確かにバツバツ人には違いないが、しかしステッキを持った右手の指は立派に五つ揃っている。手袋こそしているが、五本の指がちゃんとステッキの頭にかかっているのだ。すると水上少年、何か勘違いをしているのではあるまいか。それはとにかく、水上少年は約15メートルの距離を置いて、 外国人の姿を見失わないように夕暮れの街をとぼりとぼりとつけてゆく外国人はそんなこととは知らないらしく次の街角を右に曲がりまた左に曲がった今度は人通りの少ない街幅も狭い通りである尾行するには都合がよいが辺りはだんだんと薄暗くなりかけている見失っては大変だ 水上少年は外国人との距離を狭めようとして急に足を速めて歩き出したとその時前方を歩いていた外国人が突然ピタッと足を止めてつと後ろを振り返ったみなかみ少年はハッとしながら思わず顔を横に向けた気がつきはしなかったかしら心配しながら再び顔を元に戻して前方を見ると おや外国人の姿はどこへ消えたのか影も形も見えない扉を隔て,てこっちの顔を見られたくないのでみなかみ少年はついと横を向いたのだでもそれはほんの10秒かそこらの間だった。 そのちょっとした間に外国人は煙のように消えてしまった。駆け出したなら足音ぐらい聞こえるはずだ。そうだあのビルジングの中に入っていったに違いない水上少年はたった今外国人が立ち止まった左側にビルジングの入り口があるのを見て急いでその方へ行ってみた。すると入り口のドアがまだかすかながら動いている。 てっっきりここへ入ったのだ。彼はそう思うとつとドアを押して中に入ったそこに勤めている人たちはもう帰ってしまった後だろう正面にあるエレベーターの戸も閉まって誰も人の姿はなく2階へ上がる階段に伝統の明かりが寂しく灯っているだけだ耳を立てると小鳥小鳥と階段を踏む靴の音が頭の上から聞こえてくる あのの外国人の靴音だ。水上少年は急いで靴を脱ぐと、それを両手に持ったままリスのように階段を上り始めた。一階から二階へ、二階から三階へ、その三階の廊下まで来たとき、間違いもない外国人の姿が廊下の左側にある部屋の中に消えていくのを彼は確かに見届けた。 よしもう大丈夫だここから逃げっこはないんだから水上少年はやっと敵を追い詰めたような気持ちでほっとしながら、それでも足元に用心して静かに静かにドアの前に近づくと、取っ手の下の鍵穴にそっと片方の目を当てた。と、顔は見えないが中からボソボソと話し声が聞こえてくる。 早かったね。だいぶ待ったかいそう言ったのはあの外国人だ。いや、たった今来たばかりですよ。銀座で夕刊を見て飛んできたんです。約束だから国民新聞の夕刊だけは毎日見ているんです。でもあなたは九州からいつ帰ってきたんです四日ばかり前に帰ってきたんだ。 あの方はうまくいったんですかうん目的だけは達してきたよそりゃあ成功でしたね僕はまた帰りが遅いから憲兵隊にでも捕まったんじゃないかと思って心配していましたよそれさ危うく捕まるところをやっとのこと逃が出してきたんだそれで今どこにいるんです ステーションホテルの72号室に泊まっているよ。危ないじゃありませんかあんなところにいては。いや変なところに隠れるよりも、ああいうところへ大ぴらに泊まり込んでいる方が帰って安心だよ。憲兵隊や警察の裏を描いているわけですね。ところで、何か急なようでもできたんですかうん。実は、 九州からすぐ上海へ飛ぶつもりだったが、警戒が厳重で仕方なしにこっちへひとまず帰ってきたんだ。ところで、手に入れた品を一日も早く向こうへ届けなくちゃならないんだが、僕はうっかり船へ乗れないから、面倒でも君に行ってもらおうと思うんだ。上海へ行くんですかうん。それには明日の午後2時に神戸から上海までが出るんで、それへ乗ってもらいたいんだ。 よろししい、行ってきましょう。それで持って行く品物はうんそれは極秘だがそこまで来ると急に2人の声が低くなった何か秘密の品を上海へ持って行くについて相談をしているらしいがそれが聞き取れないのがどうにも残念千番だ人の話を盗み聞くのはよくないことだ しかしそれも相手によりけりである今までの話の様子からすると二人は何か悪いことを企んでいるらしい憲兵隊だの警察だのというところから見ると決して普通の悪事ではない極秘の話とは何だろうそれを聞いてやりたい水上少年は後の話の聞けないのを歯がゆく思って 鍵穴へぴったりと耳を当てながら思わず知らずドアへグッと体を寄せた。とその重みで鍵のかかっていなかったドアのバネがパチンと音を立てたと思うとドアがパッとちに開いてよっかかっていたみなかみ少年はつっかい棒を外された丸たん棒のようにドシンと音を立てて部屋の中へ転げ込んだ。 誰だ？たちまち雷のような声が起こった密室へ監禁。誰だ君は？ハッとして立ち上がった水なかみ少年の頭の上から噛みつくような声がとなった顔を上げると目の異様に光る なんだか国際獣らしい背の高い男が、はったと自分を睨んでいる。泥棒をしにやってきたのか、小僧のくせに。そういうも一緒、大きな手がみなかみ少年の肩をぐっと掴んだ。い,いえ、僕、泥棒なんかじゃありません。泥棒でない。じゃあ、なんで人の部屋に入ってきたんだ僕、 部屋を間違えたんです。部屋を間違えた嘘をつけ足音を立てないように靴まで脱いで手に持っているじゃないか。い,いえ、僕本当に部屋を間違えたんです。これから気をつけますから、ごめんください。何と言われても謝る他に道はない。皆上少年は頭を下げて平謝りに謝った。 が、その時、そばにいた白い手袋の外人が、ふと思い出したように。おやその子供は、東京駅の入り口で僕が新聞を買った少年だ。と、つぶやいたと思うと、急に恐ろしい顔をして、背の高い男に何かひそひそと囁き出した。しまった感づかれたか 水上少年はひやりとして、二人が話している間に部屋から逃げ出してしまおうかと考えた。しかし、その暇はなかった。こら、君は東京駅からこの人をつけてきたんだね。一体誰に頼まれたんだおい言わないとひどい目に遭わすぞ。男は少年の肩を掴んで力任せに揺すぶった。僕 誰にも頼ままれはしませんただ部屋を間違えてまだそんなことを言ってしらっぱくれるつもりかおい正直に言わないとこれだぞどこに隠していたか相手は右手に握ったピストルを水上少年の鼻先に突きつけて命が惜しいなら誰に頼まれてきたかまっすぐに言うんだ。 言わなきゃどんと行くぞ今にも引き金を引きそうに人差し指をビクビクと動かしている命は惜しいこんなところでこんな男にむざむざ殺されては本当に犬死にだしかし自分の命が惜しいからとてここであの人の名をしゃべっては自分の一文が立たないのだ あの人は仕事がなくて困っていた自分を助けてくれた恩人である。そうだ。たとえ自分はどうなっても、あの人の名を口に出すことはできないのだ。そう決心するともう平気だ。殺そうとどうしようと勝手にするがいい。水上み少年はすっかり度胸を決めてしまった。おいなぜ言わないんだ 引き金を引いたら、それっきりだぞ。仕方がありません。僕、誰にも頼まれはしないんですから。彼は拳銃を前に、きっぱりと言い放った。生意気な小僧だ。本当に撃ち殺すぞ怖い目をカッと見開いて、皆上少年を睨みつけながら、 今にも引き金を引きそうに身構えたジム君、ちょっと待ちたまえその時そばの外国人が口を出した殺すとあとがやっかいだよそれよりもあそこへたたき込んでゆっくり口を割らす方がいいんじゃないかそうですねそれもいいよしじゃあこっちへ来るんだ 国際らしい大男はみ上少年の手を取ってぐんぐんと奥の方へ引きずっていくと部屋の隅っこにある密室のドアを開けてその中へいやおうなしにみ上少年を押し込めてパタンとドアを閉めると外から厳重に鍵を下ろした救いの手。 檻のような狭っ苦しい真っ暗い密室の中で水上少年はじっと腕を組んで座っていた外国人と国際人がひそひそ声で相談を済まして部屋を出て行ったからもう大分の時間が経った辺りはひっそりとしてまるで深山の中にでもいるような静けさだ高いビルジングの3階 それも密室の中に閉じ込められているのだから、どこからも物音一つ聞こえやしないに不思議はない。その中で水上少年は、じっと観念の目を閉じて考えている。こんなことになったのは自分の不覚だ。二人の話を半分聞いて引っ返してゆけばよかったのに。でも後悔先に立たず、今更どうにも仕方がない。だから自分は、 覚悟をちゃんと決めているしかしあの外国人は確かに4本指の男に違いない自分がそうだと睨んだ目に決して間違いはないはずだそれにあの二人は何か秘密の品をそっと上海へ持ち出そうとしているそれもあの外国人が自分で持って行っては危険なので国際寺を代わりに立てて上海へやろうとしているのだ それをあの人に知らしてやることができないのは何と言っても残念だ。声を立てても誰も人はいないし、もしドアを押し破ることができたらなあ。そうだ。無益と思ってやってみよう。みなかみ少年はゆっくりと立ち上がると、両足を踏ん張り、手のひらに渾身の力を込めて一生懸命ドアを押しにかかったが、 くとも動くものではない。それではぶつかってみたら今度は両腕を組み体を横にして肩のところでドシンドシンとぶつかってみたが相手は鉄壁も同然こっちの体はゴムまりのようにはじき返されとうとうヘナヘナとなって再びぐったり腰を下ろした「もう運命を待つほかない」 その運命もあの外国人のためにきっとひどい目に遭わされるに決まっているのだ仕方がないその時はあの外国人の手にむしゃぶりついて4本指の証拠を見届けてやるんだ水なみ少年がそんなことを考えながら闇の中に座っていると突然どこかでカチッと変な音がしたと同時に するすると戸の開くような物音がして床の上にズシンと重い足音が響いた誰か部屋の中に忍び込んできたような気配だ誰だろうあの外国人が引き返してきたのかしらそう思ってそーっと耳を立てていると床を踏む足音が一歩一歩こっちへ向いて近づいてやがてドアの前で立ち止まったと思うと 何か金属の触れ合う音がはっきり聞こえた。鍵だと思う間もなく、ドアの鍵穴に鍵を差し込む音がして、カチリと錠前が外れると一緒。重いドアがさっと開いて。トールくんと闇の中から声がした。なんだか聞いたような声だが、と考える暇もなかった。 すぐ後から。早く早くさあ、僕の手に捕まってと咳立てる声がして、皆上少年の手を取ると早く、密室の中から引き立てながら窓の方へと歩いていった。気をつけたまえ。ここから降りるんだ。窓を起こすんだから僕に捕まって。相手が誰か。顔を見る間も名を聞く暇もなかった。 開け放たれたガラス窓をひらりと外に飛び出したその人の肩に取りすがってやっとこらさ窓を越えるとさあ足元に用心ししして。踏み外したらら。大変だだよ。非常ばしごだから夢中で窓を乗り越したがそう言われて初めてやっと気がつくと自分は今3階の窓から地上へ通じる火災の時の非常はしごのてっぺんに立っているのだ。 目を落とすと足元遠く街路が見える蛍火のような街の明かりその下を歩いている小さい人の姿みなか少年は今不思議な救い主と一緒にその高い高い非常柱を一本の鉄の鎖に取りすがって命がけで降りて行こうとしているのだではその救いの主は誰だろう 3. はしごを伝って人のためにいいことをしたならば何か報いがあるものだ狂った自動車を止めて車上の少年を救った水上徹少年は今度は不思議な紳士に自分が救われ新聞売り子となって東京駅の前に立つこととなった新聞売り子と言っても 本当は4本指のバツバツ人を探し出すのが役目である幾人もの外国人が通りかかった中に白い手袋をしてステッキを持った一人の外国人が水上少年から一枚の龍環を買って丸ビルの方へ歩いていった水上少年は何と思ったかその後をつけてゆくと外国人は大きなビルジングの3階に姿を消した 部屋の中からひそひそと話し声がするが大切なところが聞き取れないジレジレしながらぐっとドアに寄り添うとその拍子に体の重みでドアが開いて水上少年はよろよろと部屋の中へ転げ込んだ驚いたのは中の二人目の異様に光る国際人らしい男がいきなり水上少年の肩をつかんで真っ向からピストルを突きつけた が水上少年は然自弱何を聞かれても知らぬ存ぜぬの一点張りで押し通したそしてとうとう部屋の片隅にある密室へ監禁されることとなったビルジングの3階それも奥まった密室の中である呼んだとて叫んだとて声の聞こえるはずはないみなかみ少年は じっと観念の眼を閉じて座っていた。と、もう真夜中も過ぎた頃、何者とも知れぬ一人の男が忍び込み、密室のドアを開けて、通る少年の手を取り、窓口から非常はしごへと連れ出した。ゆっくり降りるんだよ。足元に気をつけて。不思議な男は通る少年に注意しながら、 自分から先に立って険しい非常橋を降り始めた空に星明かりはあっても足元なんか見えるものではないだから闇の中での空中のはしご乗りも同然随分と危うい芸刀だが徹少年はそんなことよりも自分を救ってくれた不思議な男が何者かそれが気になって夢中で階段を下りていった「ここで曲がるんだ!」 油断しないいでついてきたまえ。2二段目へかかった時に不思議な男が後ろをちらっと振り向いて励ますようにささやいた通る少年はその時初めてなんだか聞いたような声だと思ったしかしそれが誰の声だか思い出すことはできなかったそのうちに2段目を降りて1段目へやっと地上に降り立って 街灯の下で帽子をまぶかにかぶった相手の顔を見たとき、通る少年は思わず。よっあなたはと、喜びと驚きの声を上げたものだ。通る少年が驚いたのも通り、それは今日の昼間、日本橋で自分を呼び止めたあの不思議な紳士、田代氏だったからである。それにしても、 自分がビルジングの3階に監禁されていることをこの人はどうして知っていたのだろうトール少年が不思議に思ってその訳を聞こうとすると、タシノ氏はもうそこを通りかかった円卓を呼び止めて。トール君、君は靴もないだろう。さあ乗りたまえ。話はアートだ。と、まず自分から飛び乗った。 親指の正体それから10分の後不思議な紳士田代氏と水上徹少年はステーションホテルの130号室であの断髪の令状とテーブルを囲んで座っていた私徹さんどこへ行ったかと思って心配してたのよまさか新聞売り子が嫌になって逃げ出したでもあるまいと思って。 トール少年の顔を見ると、真っ先に霊場が口を開いた。僕、逃げ出したりなんかしません。四本指の外国人を見つけたので、後をつけて行ったんです。え四本指の外国人を霊場がさも驚いたように言う後から。トール君、それは本当かねと、不思議な紳士も聞き返した。本当です。 僕この目でしっかり見届けたんですもの待ってくれたまえ。実は僕電車を降りると君が外国人の後をつけて行くのを見たのでそれとなく後を追って君があのビルジングの3階へ上がっていくところまで確かめたのだそれで外国人の方もそれとなく注意してみたんだがあの外国人は手袋こそしていたがちゃんと5本の指が揃っていたではないかそう聞いて 彼はあの密室から自分が救い出された筋道がやっと分かった不思議な紳士田代氏は自分が三階の部屋からいつまでも出てこないので監禁されたと知って夜が更けるのを待って非常バシを使って救い出しに来てくれたのだすると今度は徹少年が自分の冒険の筋道を語る順番だ「そうです指は五本揃っています」 しかし、あの親指は、真実の指ではないのです。真実の指でないというと作り指なんです。作り指をくっつけているんです。だから手袋をしているんです。どうしてそれが分かったね不思議な人、田代氏の目が、返事いかにと、通る少年の口元をきっと見つめた。僕のところへ来て、 夕刊を一枚買ったのです。その時、新聞と一緒にお釣りを出すと、それを右手で受け取ったんですが、見ていると、親指は少しも動かないのです。だから僕、おかしいと思って注意していると、新聞を開いて読むのにも親指は使わず、それからステッキを握っても親指は添えているだけですから、もう間違いはないと思ったのです。なるほど。 不思議な紳士がぐっと大きく頷いた。と、断髪の令状が。じゃあ、きっとその外国人に違いないわ。で、それからトールさんどうしたの僕、その後をつけてビルジングの3階まで行って、部屋の扉口で中の話を聞いていたんですが、大切なところが聞き取れないので、ドアの鍵穴へぐっと耳を当てたんです。すると鍵がかかっていなかったので、 体の重みでドアが開いて、よろけ込んだ拍子に捕まって、密室へ放り込まれたのです。まあ、かわいそうに。で、中には大勢人がいたのい,いえ、外国人と国際人みたいな男がいたきりです。それで外国人の方が、憲兵隊や警察の目をくぐって、九州から何か持ってきたらしいです。ところが、 それを上海へ送らねばならないのだが、自分が持って行っては危険だから、国際人に行ってくれと頼んでいたようでした。じゃあ、やっぱりそうだわ。ね、兄さん。礼場が美しい目を輝かしながら、不思議な紳士の方を見た。うん。確かに九州からと言ったね。ええ。四五日前に九州から帰ってきて、 今はこのステーションホテルの72号室に泊まっていると言っていました何このホテルの72号室に不思議な紳士と麗條が幾同音に驚きの声を上げたと同時に麗條がそばの卓上電話を取り上げて大急ぎでカウンターへつないでくださいマネージャーがいないならもういでも誰でもいいのよ 秘密の設計図もし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 カウンターですかこちらは130号室の田代ですが72号室にはどなたがお泊まりです72号室ですかちょっとお待ちください電話の向こうからカウンター係らしい寝ぼけ声がして宿帳を送っているらしい音がかすかに聞こえたやがて お待たせしました。72号にはバンカーベックというアメリカの方がお泊りでしたが、今夜の10時にお引き払いになりました。10時にで、行き先は汽車にでも乗ったんですかさあ、それは受けたまっておりませんで。霊場が電話を切ると。じゃあ、風をくらって逃げ出したんだね。 不思議な紳士が残念そうに呟いた。そうだわきっと。トールさんが飛び込んだので驚いて宿を変えたに違いないわ。名前は変えていても、同じホテルにいたのに気がつかなかったなんて。東大元暮らしってこのことだわね。礼嬢はいかにも口惜しそうな口ぶりである。しかし、水上少年には、あの四本指の外人がどんな秘密を持っているか、 不思議な紳士と霊場がどうしてその行方を探しているかさっぱり訳がわからなかった。そこで二人の顔色を見ながら。でも、一体どうした人ですあの外人は。と聞いてみた。うーん。君のことだから話してもいいだろう。あれはジョン・ハリスという罰国の有名なスパイなんだ。 じゃあ日本の陸海軍の秘密を盗みに来ているやつですねそうだ盗みに来ているどころかもう既に日本海軍の秘密を盗んでいるんだ佐世保で建造中の新巡洋艦の設計図が1週間ばかり前に紛失したので大騒ぎになって取り調べていると「職行のうちに」 外国のスパイに買収されて設計図を盗み出した不届き者があることが分かったのだ。それでその職工を逮捕して相手のスパイが何者か調べてみると、名前は知らないがバツバツ人で親指のない男だと白状したので、全国に手配をして今その行方を探しているところなのだ。そうでしたか。じゃあ、 盗まれた設計図を取り返せばいいんでしょうそうとも。設計図さえ取り返せば何も言うことはないんだ。それならわけもないことです。あの国際寺を捉えればいいんです。あいつがその設計図を持って明日上海へ行くんですから。でも、いつどこから上海行きの船に乗るかわからないだろう。いや、分かっているんです。 でも、今何時です午前1時20分だわ。令状が腕の時計を見ながら言った。ではもう、記者はありませんね。じゃあダメです。通る少年ががっかりしたように言うと。記者がなくたって他に方法はあろうじゃないか。どこから帰船に乗ると言っていたね明日の午後2時に、 神戸を出る上海丸に乗るんだと言っていました。明日の2時間違いないね。それならゆっくり間に合うよ。だって、特急のツバメ号でも夕方でなきゃ着かないでしょ汽車でなくったって、飛行機という便利なものがあるじゃないか。そうだ飛行機なら大丈夫ですね。 二時間あれば大阪まで行けるんだ。じゃあ、トールくん、明日飛行機で東海道を散歩しようよ。え僕も行くんですかみなかみ少年が思わず嬉しそうな声を上げた。君も行くさ。君が行ってくれなくては国際寺がどんな顔をしているか僕にはわからんじゃないか。そうですね。嬉しいな。 僕、飛行機に乗ってみたくて乗ってみたくて仕方がないんですあまりの嬉しさにる少年は夢中になってそう叫んだ飛行機で東京から大阪への航空会社の旅客機は午前10時に羽田飛行場を出発する。 澄み渡った5月の青空に銀翼を伸ばして帝都を後にした飛行機は不思議な紳士田代氏と三上少年を乗せて約20分の後には早くも富士を右に見ながら箱根の上空をひとっ飛びに東海道の空を西へ西へと爽快なコースを続けて正午前にはもう大阪の木津川飛行場に着いていた飛行機を降りるとそのまま自動車を飛ばして梅田駅へ。 そこからは阪神急行電車で神戸へ。二人は午後一時かっきりにメリケン埠頭に立っていた。おお大きな棋戦がいる一層、二層、三層。水上少年は神戸の埠頭へ来たのは初めてだった。だから静かな会場のかなたこなたに 赤い潜伏を見せて停泊している外国通いの大きな気船を見ると辺りに大勢の人が行き来しているのを忘れて思わず簡単の声を発したものだああ、あれですね上海丸は水なみ少年はその時早くも桟橋に横付けになって煙突から煙を吐いている汽船の船首に上海丸の惨事を見つけて そのの巨大な船体に驚きの目を見合っていた。とそこへ桟橋へ急ぐ人波をかき分けて中折れ棒に背広姿の一人の紳士がつかつかと二人のそばへ近づいたと思うと「や<あ>と両方から声をかけて不思議な紳士田代氏と互いに手と手を握りしめた「ご苦労さ今やっと駆けつけたところだ」 早いものですね。でも、お疲れでしょう。いや疲れたとも思わんねところで、君に紹介しなくちゃならん人を連れてきたがね。田代氏はそう言って、トール少年を振り向きながら。この少年だよ。水上トール君と言って、今度僕の助手になってもらったんだ。電話では詳しい話はできなかったが、 例の四本指の外国人を見つけてくれた主君者だ。おかげでジムという国際寺が秘密の設計図を持って今日の帰船で上海へ行くことも分かったのだ。それはお手柄でしたね。すると、この水上君に国際寺の首実験をしてもらうわけですね。そうだ。水上君が首実験役だ。ドル君この方はね、 吉川さんといって僕のお友達だ。今朝東京から電話をかけて国際寺の逮捕を手伝ってもらうように頼んでおいたのだ。通る少年が帽子を取ってお辞儀をすると、吉川氏も到礼しながら。しかし、さっきからここで見張っているんですが、国際寺らしいものはまだ挑戦しないようですが。それはおかしいね。 午後二時出版の上海丸というから間違いないはずだがまだこれから乗るかもしれませんとにかく船へ行ってみましょうもう出版までに担当時間もないようですから国際寺逮捕出版間際の上海丸は乗客や見送り人でごった返すような騒ぎだった。 赤や白のテープが甲板と桟橋の間に滝のように流れて別れを惜しむ人々の声が汽船の上と下から耳をろするようにどよめいていた3人はその人群れの中を抜けて桟橋から汽船へ渡された板橋号を上海丸の甲板へどんどんと登っていったとそこに立っていた汽船の事務長が「先客と思ったが、 切符を拝見します。と右手を出して呼び止めたすると真っ先にいた吉川氏がポケットから名刺を出して事務長に渡しながら何事かひそひそとささやいたと思うと事務長が急に驚いたような顔をして吉川氏にペコペコお辞儀をしながらそんな方はまだお乗りにならないようですが念のために調べてまいりましょう。 慌てた様で船室の方へ入っていったそばに立ってその様子を見ていたる少年は吉川氏が急に偉い人のように思われてきたこんな大きな船の事務長があんなに頭を下げるところを見るときっと偉い人に違いないしかしその吉川氏が田代氏に向かっては敬語を使って話をするのだすると田代氏の方はもっともっと偉いはずだが それにしてもこの二人は一体どうした人だろう警察の人ではないし他のお役人のようにも見えないがる少年がそんなことを考えているところへホテルの赤帽が息を切らしながら大きなトランクを担いで上がってきたとその後ろからロイドメガネをかけたちょっと見ると外国人らしい男が船員に切符を見せながら ハテナメガネをかけているがつぶやきながらじっとその男の後ろを見送っていた通る少年がつと田代氏のそばによってあの男ですとささやいた間違いないねメガネでごまかしているんだけど間違いありませんよし じゃあ、吉川くん、頼むあの男だ。ケビンへ入っていく男の後ろを、吉川氏が大股に追いかけた。田代氏と通る少年がその後に続いた。もしもし、ジム君。ケビンへ片足踏みかけた国際児が、吉川氏の声を聞いて、はっとしたように振り向いた。あ、はあ。 ジム君と言ったら振り返るところを見ると間違いないね。ちょっと取り調べの必要があるから、このまま船を降りて憲兵隊まで来てもらいたいんだ。憲兵隊へ国際寺がぎょっとしながら、それでも平気を装って。何の用事です僕は何も怪しいものじゃないんです。ぐずぐず言う必要はない。ちゃんとここに証人がいるんだ。 水上徹君正面から首実験をしてやりたまえ声に応じて田代氏の後ろにいた水上少年がつかつかと前に進み出たと同時に国際寺の顔がみるみるうちにさっと変わった東京のビルジングの一室に監禁してあるはずの水上少年が突然目の前へ飛び出したのだから驚いたのも無理はない これで文句はないだろう。汽船を降りる間手錠は許してやるさあ僕の後についてきたまえそれから赤坊君、ご苦労だがそのトランクを今一度担ぎ出してくれたまえ国際時のジムは憲兵隊での取り調べで4本指のバツバツ人から秘密の設計図を頼まれて上海へ渡る計画だったことを白状した そしてその設計図はトランクの底から発見されて日本海軍の秘密は幸い外国の手へ渡らずに済んだこれも水上君のおかげだ海軍に代わって僕から厚くお礼を申しておくよそれから4本指の外国人の隠れ家もジムの口から分かったので東京の憲兵隊へ取り押さえ方を頼んでおいたよだからこの事件はこれで一段落として これからも、お国のために大いに働いてくれたまえ。大阪憲兵隊の吉川少佐は、事務の取り調べが済むと、水上少年の手を取って、心から感謝を述べた。